皆さんこんにちは。今回は違う漢字探しです。たくさんの漢字の中に一つだけ違う漢字が紛れ込んでいるので、20秒以内に探し出してください。それでは早速やってみましょう。1問目です。犬という漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。終了です。答え合わせです。ここに母という漢字がありましたね。大きさがバラバラでしたが、見つけることができましたか。2問目です。丸という漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。終了です。答え合わせです。ここに9という漢字がありましたよ。よく似ている漢字でしたが、見つけることができましたか。3問目です。タケノコという漢字が並んでいます。違う漢字はどこにあるでしょうか。終了です。答え合わせです。ここに竿という漢字がありましたね。これは見つけやすかったでしょうか。4問目です。己という漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。終了です。答え合わせです。ここにおつという漢字がありました。これもよく似ている漢字でしたね。5問目です。さいという漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。終了です。答え合わせです。ここにはいという漢字がありましたよ。向きも大きさもバラバラでしたね。制限時間内に分かりましたか。6問目です。天という漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。終了です。答え合わせです。ここに夫という漢字がありました。見つけることができましたか。7問目です。幸という漢字があります。違う漢字はどこにあるでしょうか。終了です。答え合わせです。ここに辛いという漢字がありましたよ。見つけることができましたか。8問目です。困るという漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。
終了です。答え合わせです。ここに捉えるという漢字がありましたね。それでは次に行きましょう。9問目です。釜という漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。終了です。答え合わせです。ここに釜という字がありましたよ。読み方も同じ漢字でしたね。10問目です。地という漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。終了です。答え合わせです。ここにやという漢字がありました。制限時間内に見つけることができましたか。11問目です。妻という漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。終了です。答え合わせです。ここに今日という漢字がありましたよ。正解できましたか。12問目です。蘭という漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。終了です。答え合わせです。ここにニューという漢字がありましたね。画数の多い漢字でしたが見つけることができましたか。13問目です。コハゼという漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。終了です。答え合わせです。ここにやらじという漢字がありましたよ。これも画数の多い漢字でしたね。見つけることができましたか。14問目です。ぼんという漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。終了です。答え合わせです。ここに杯という漢字がありましたね。最終問題です。塵という漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。終了です。答え合わせです。ここに王子かという漢字がありましたよ。追加でおまけの問題ですよ。10秒で違う漢字を探してみてください。終了です。見つけることができましたか。答えは以前の動画で紹介した問題です。概要欄に URL を記載していますので、そちらをご覧くださいね。最後までご視聴ありがとうございました。
漢字探しのこの動画は地の種のホームページで無料のノートレプリントとして配布しています。ホームページもチェックしてくださいね。コメントと高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。